午前8時です。木村拓哉さんが参加する騎馬武者行列まで5時間ありますが、すでに出発点となる岐阜市文化センター前には大勢の人が集まっています。早朝から大勢の警察官も出て警備に当たっています。木村拓哉さん、伊藤英明さんらが出演する騎馬武者行列まではあと2時間半ほど時間あるんですけれども、すでに多くの人々がですね、木村拓哉さんを一目見ようと大勢詰めかけています。